はい、こんにちは。ネイチャーフォトラファーの林です。今日はですね、100、400で撮る風景写真ということで、100、400mm の望遠レンズを使って今から風景写真を撮っていこうと思います。100、400mm のレンズは70、200に比べてだいぶ望遠レンズになるんですが、これからですね、秋のシーズンにかけて非常に役に立つレンズなので、それをですね、今日は絶景と絡めながら紹介していこうと思います。いつも通りですね、早朝家を出て、明るくなる頃に撮影地に入って、絶景の場所を探していきます。今日はこの後朝焼けもしそうですし、雲海も出ているので、条件的には非常にいい日になりますね。それでですね、この辺はかなり景色が広いので思い切って 200mm 以上の画角で、このグラデーションがかった丘を撮影してみます。ちなみに今見した写真の設定はこんな感じになってましたね。まだ暗いので ISO は1000ぐらいまで上げてます。そう、夏場の時はですね、朝って一瞬で終わってしまうんですけど、秋になって太陽の角度が浅くなってくると、朝の時間が非常に長くなってくるんですよね。なのでいい写真をかなり多く撮りやすいシーズンでもあります。実際この日もですね、こうやって光防が綺麗に出ていたんですが、もう10分20分近くこのような状態なんですよね。それをですね、こんな感じの設定で撮っていきます。ただですね、ここ少し設定失敗しまして、先ほどと同じように ISO 1000で撮ったんですが、結構ね明るかったので、本来は ISO をもう少し下げてもよかったかなって思います。それを100、400の 100mm 側で撮っていきます。非常に長いこと光防が出ているので、少しね移動する時間があるので、ちょっと移動して、ここもですね100、400の望遠で狙っていきます。ちなみにですね、この100、400の望遠レンズはどれだけ寄れるのかというとですね、あれだけ遠くに出ている光防をかなりアップで撮ることができます。ただ実際ですね、本当その部分だけが綺麗なだけであって、周りの雲とかはそんなに綺麗ではないんですよね。それをですね、こういう感じの設定で撮っていきます。 ISO は250まで下げて、シャッター速度は20分の1で、 F は14になります。画角は 250mm ぐらいです。夕方天気が荒れる予報だと、こんな感じでですね、朝焼けが長く続く場合があるんですよね。で、朝焼けが続いた後はちょっと雲海がですねいい感じに出てきたので、この辺もですね、かなりの望遠レンズを使って、この雲海と丘の重なり、この部分だけを切り取ってみます。もう太陽が出てかなり上部が明るいので、引いて撮るとあまり絵にはならないんですよね。カメラのモニター越しで見るだけでもかなり綺麗な風景ということがわかると思います。実際はですね、かなり遠方に雲海が出ているので、これぐらいの距離感はあるんですよね。本来はね、もっと手前から雲海が欲しいんですが、風景写真はね、なかなかそういういい条件には出会えないんですよね。ここをですね、こういう感じの設定で撮っていきます。シャッター速度40分の1 F11 の ISO 250になります。で、ホワイトバランスは曇りのままで撮っていきます。
これ結構いい写真なので、まあ、少しね解説したいんですけど、まあ、これはですね画角300ミリ以上で撮影をしています。まあ、そうするとですねもう木と丘とこのもやこれだけになってきます。まあ、周りの景色もすごく綺麗なので、まあ、どこをね切り抜くか非常に迷う部分ではあるんですが、まあ、それぐらいの画角になってくるともう強制的にここを切り抜かざるを得ないので、まあ、それでいい写真になってるっていう感じですね。霧が晴れてきて条件的には非常に良い。ここで少し待機することにしました。はい、もう朝からですね結構たくさん撮影してだいぶ日が昇ってきたので、まあ、朝の最後はこの辺で撮影をしてみようと思います。もうかなり遠方まで霧が引いてしまっているんですが、まあ、ここもですね望遠レンズを使って、まあ、こういう感じの設定で撮ってみたいと思います。まあ、ここは画角400ミリで撮ります。はい、朝の撮影はですね一旦ここで切り上げようかなと思います。まあ、ただですね今の時期紅葉が非常に綺麗なので少し時間を置いてから山の方へと向かってみました。以上が100-400で切り取る風景写真というお話でした。また BF ランドで撮影ツアーとかもやってるので、まあ、綺麗な、ね、写真を一緒に撮りたいよっていう人がいたら概要欄の方のホームページの方もチェックお願いします。あとインスタグラムもやってるのでぜひ概要欄からフォローもよろしく。それではご視聴ありがとうございました。